どうも、達也です。今回は寝るためのリラックス呼吸法をやっていきます。夜なかなか眠れないなとか、一日のストレスを、解放させるために使ってみてください。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、少し止めて、ゆっくり吐く。これを繰り返します。そのまま眠りたい方は寝たまま行っても大丈夫です。それでは一緒にやっていきましょう。座っていただいて、鼻から息を吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐く。鼻から息を吸って、少し止めて、鼻からまたは口からゆっくり長く吐く。鼻から息を吸って、少し止めて、ゆっくり吐く。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐く。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐く。続けてください。今日一日頑張った自分にご褒美としてゆっくりと自分のために時間を使う、そんな体験を自分にご褒美してあげましょう。鼻から吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐く。慣れてきたら目を閉じて、自分の呼吸の感覚を観察してみましょう。お腹の上に手を当てて、息を吸うときにお腹が大きくなる感覚、息を吐くときにお腹が小さくなる感覚、自分の肉体の感覚を観察しながら呼吸を続けましょう。鼻から吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐く。吸って止めて、ゆっくり長く吐く。続けてください。なるべく自分の落ち着ける場所、そしてリラックスできる服装で取り組むようにしましょう。息を吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐く。息を吸うとお腹が大きくなって、息を吐くと
お腹が小さくなって、自分の肉体の感覚に注意を向けてみましょう。鼻から息を吸って少し止めて、口からゆっくり長く吐く。頭の中に何か浮かんでも評価をせずに、ただただ呼吸を続けましょう。吸って少し止めて、ゆっくり長く吐く。鼻から息を吸って少し止めて、口からゆっくり長く吐く。続けてください。ゆっくりゆっくり体がリラックス状態になっていきます。吸って止めて、ゆっくり長く吐く。慣れてきたら目を閉じて、ただただ呼吸の感覚に没頭しましょう。鼻から息を吸って少し止めて、ゆっくり長く吐く。呼吸を行いながら、両肩が上がっていないか、
体のどこかに強い力が入っていないか確認を行って、自分の呼吸とともにゆっくり息を吐くタイミングでゆっくりと力が抜けていく、緊張がほぐれていく感覚にも注意を向けてみましょう。吸って少し止めて、ゆっくり長く吐く。なるべく自分の落ち着ける場所、体がリラックスできる服装で、照明も少し暗くして、そのまま寝てしまえるような環境を作って取り組むようにしてみてください。吸って止めてゆっくり長く吐く。同じようなリズムで自分がリラックスできるような感覚で呼吸を行いましょう。吸って少し止めてゆっくり長く吐く。続けてください。もう間もなくで本トレーニングは終了いたします。息を吸って少し止めてゆっくり長く吐く。今日も目いっぱい生きた自分をしっかりと褒めてあげて、ゆっくりリラックスしてみてください。吸って少し止めてゆっくり長く吐く。
鼻から息を吸って少し止めて、ゆっくり長く吐く。はい、15分経過いたしました。そのままね、リラックスして寝る方は寝ていただいて、まだまだもうちょっとねトレーニングしてみたいなという方は別の動画を試してみて、リラックスした夜をお過ごしください。またね、ちょっとずつ調子が良くなってくると思うので、また調子が悪くなったらなと思ったらこの動画を、また見に来てください。そしてどんどんと、夜のトレーニング動画、昼間のトレーニング動画、いろんな、皆さんのオンラインワークショップ、オンラインを使った皆さんのメンタルを回復させるメンタル回復プログラムですね、を作っていきますので、できる範囲で参加してみてください。それではまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。大丈夫です。